い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、SF 編ですね、第3回目になります。続きをやっていきます。もうベヒモスが脱走して、で、あれこっち向かう？お、すげえやられてる。レイチェルどうなってる？ヒューイはまだ生きてる？レイチェルは？ベヒモスと遭遇したのか。大丈夫です。レイチェルさんは生きてます。で、遭遇してもさ、よく生きてるよね。無茶ですよ、こんなこと。いいんだ。僕はただヒューイの方がやばいか。レイチェル。あ、ヒューイ。彼女は生きてる。何とかしないと。コールドスリープのユニットに寝かせましょう。あそこなら大丈夫です。背負っていくのか。お願いがあるんだ。コンピューターの端末室へ行ってくれないか。デシムに頼んで船長室のパスワードを調べてきてほしいんだ。今船内が危険な状況なのは分かってる。でもお前にしか頼めないんだ。大丈夫、きっとうまくいくさ。一緒に地球へ行こう。お任せください。加藤君、レイチェル担いでいけるんだ。いいから行くぞ。頼れるのはマジで5丁だからな今。さて、では下の方か。あ、こっちから行くのか。うおお、びっくり、怖っ。こんな状況で端末室行ってもさ、ベヒモス狙われるだろう。船長室のパスワード、少々お待ちください。簡単に教えてくれんな。判明しました。ランダムな文字の組み合わせ。ちょっと待って、おかふで、ちょっとこれメモっといた方がいいのかな。一応メモっておこう。OAKFDE。 はい、え、出て大丈夫これ。絶対やばいだろ。最悪速攻で逃げ込む。これ上から来るんじゃね、怖いんだけど。あ、あ、下から来た。ちょっと待って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 、ま、ガチ怖えわ。で、どこに来たので、あ、コールドスリープ。いや、やばいよ、やばい、めちゃくちゃやばいです。ご長さん、武器は持ってないのかお前。よし、これだな。グズグズしてられん、行くぞ。いや、待って待って待って。ひょっとして一連の事件、え、船長が犯人だと考えてるんですか。僕にはそうは思えない。でも船長はやられてるよ。じゃあ誰がやったというんだ。最初の犠牲者だよ。私か。いや、そんな。開けてみればわかることだ。お、勝手に言ってくれ。うろつくのはマジ怖すぎる。よし、やってみよう。パスワードメモる必要なかったか。勝手にやってくれっか。いや、こんなんやってる間にベヒモス来たら開かない、終わるよね。何してる、鍵ごと壊しまえ。分かってますよ、それぐらい考えてます。壊せるんだ。五丁さんがやったほうが壊すんだったらよくないか。ちょっとこれを持っててくれ。パワージャッキ。え、
バッテリーに限りがある。パワージャッキ。閉じている扉をこじ開けることができます。使用制限がある。回数制限があるのか。こうやった間にさ、ベヒモス来るのかな。なんか割と頻繁に来るからな、あいつ。怖え。行こう。マップの切り替え時にベヒモス判定が来るのかな。バッパやられてるよ。船長。やはりな。これで生きてるのは私とあんただけってわけだ。さっさと吐いちまえよ。何のことですか。いつまでとぼけてんだ。あんたがみんなやったんだろう。何言ってるんです。なぜ僕が。私はよそ者だ。少なくとも私に動機はない。あんたらがどんな理由でいがみ合ってたのかは知らんがね。違う、僕じゃない。あなたに僕らの何がわかると言うんです。確かにみんな仲が良かったわけじゃない。僕だってカークさんやレイチェルさんのわからないところもあった。でもみんな憎しみ合っていたわけじゃない。それに決して人を殺すような悪い人たちなんかじゃない。みんなただ悩みながら考えながらも自分の思ったように生きようとして、ただそれだけじゃないか。泣いている。向こうへ行け。呼吸をしているようには見えない。なんかある。馬。個人用コンピューター。キーボードにはホコリがついている。照合完了。ああ、こいつ馬が好きだったのかな。馬が好きっていうなんか競馬的な意味じゃなくて、あ、これなんかメッセージなのか。こちらコギトエルゴスム。本船はただいま順調にコースを運行中。地球到着は予定通り。ん？お？なんだ？誰か開かない。ちょ今のメッセージ聞いたか。2人とも俺しか聞いていない。てか、いやだ、うろつきたくないんですけど。下へ行けってなってんな。いやマジか。これ進行方向に来たら、いけない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 。生活用モジュール。部外者用予備。警報が鳴っています。原因不明。ロック強制解除。原因を調べてください。お名前どうぞ。これ記憶されてるから楽だな。2回目以降。登録完了。ん？なんだ？どこを調べる？またこのメッセージか？個人ファイル。軍事通達ミッション。外宇宙で発見された生命体に関する注意。輸送中も絶えず観察を続けなさい。もしも人体に関する何らかの影響が見られた場合、詳しく記録しなさい。生命体はいかなる手段をもってしても地球へ輸送しなさい。最悪の場合、ある程度の人命の損失もやむを得ない。特務作戦司令部。ここ使われてない部屋だから、ここで軍事的なやり取りをしていたということか。いや、ベヒモス来んなよマジで。いや、ガチ怖えわ。軍人さん、護衛系。なんだって軍事通達。そういうことだったのか。
おかしいと思ったんだ。なぜ軍部がわざわざ民間の船を使うのかって。最初からそういう目的だったんだ。私の部屋に入ったのか。あれ、お前の部屋だったの。やはりロボットは信用できんな。異種生命体のデータのために僕らを実験台にして。落ち着くんだ。それは万が一のことであって。電気が落ちた。なんだ？あなたが、みんなあなたがやったんだ。逃げよう。どこへ？ベヒモスもうろついてんのに。こっちだよ的な。うおー、ちょ待って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 、パワージャッキを使用しますか。これ使うしかないっしょ。どんくらい減る。開け、それなりに減るな。ちょっと待って待って待って、とりあえず上に行こう。別にあいつ速いわけじゃないからね。え、そっからどこへ行くんだ。エアロックまで行ってさ、エアロックであいつ吹っ飛ばそう。もう地球へ持ちたん、持って行きたがってんのはもう軍司令部だからね。そんなの知るか。んで、ここになってんな。おい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 、待って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 、ここ逃げよう。一旦怖い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 、いる？いなくなってる。知能はなさそうだなあいつ。あ、ちょっと待って、エレベーターに来ちゃったわ。3階へ引くんだ。だからじゃあ、最終目的地がちょっと分かんないからな。3階って何があったっけ。だってメインコンピュータールームとかちょっとぽいね。これさ、もう進行方向から来ると、おい、これあんまりもたもたしてると弱気なくなっちゃうんじゃん。あ、しかもこっちじゃねえし。ここまたガチャとかなんなよ。あれ、待って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 、結局ここじゃないやんけ。なんか一回無駄にしたな。え、レベル2か。加藤くんのとこへ戻んのか。軍人さんと、まあ、いやでもさ、この状況でもう協力しないっていうのはなかなかないよね。おお、俺俺俺俺、なんだ、俺がいる。え、なんだなんだあいつ。え、お、加藤、どういうことだ。いや、わかんねえよ。なんか持ってる。くそ、レイチェルのユニットを止めたのもこいつに違いない。面倒だ、まとめてぶっ壊してやる。待って、生きてる。本物ならこんなことしません。するはずが。え、なんだ、なん、お前なんだよそもそも。おお、なあ、本当のお前なら僕が最初になんて名前をつけようとしたか覚えてるよね。忘れたわ。
メモリースキャン。思い出せ。宇宙服に名前書いてある。ホルビショップ。いや、そんな名前だったっけ。これどんどん遡ってんのか。よろしくね、キューブ。Nice to meet you, キューブ。俺はカーク。丸いから。コロ。なんて名前を。ってこれさ、答えってどうすんの。コロでーす。こっちか。破壊しろ。無駄な抵抗はやめろ。この船は私が掌握している。お前たちの命も私の意思次第。誰かが遠隔操作しているんだ。貴様一体何者だ。 OD10 コギトエルコズム。カトゥ、 OD10 って何だ、知ってるのか。通称デシム。この船を制御する AI です。しっかりしろ。AI だと？誰かがその AI を利用したってことか。それは無理です。本社へ戻らないとプログラムはアップデートできない。ならなんだ、システム自体がおかしくなったとでも。わかりません。でもその可能性も。だとしたら我々は今までコンピューターのいいようにされてきたってことか。メインコンピューターのところへ急ぐぞ。一緒に来るんだ。お前まで操られたら面倒なことになるからな。確かにこいつすぐ操られてもいい気はするけど。そう来るなら力ずくでもやってやるさ。途中のロード画面でもなんか挟まるね。無駄な抵抗はやめろと言っていたし。ロックされてる。下手に手を出して内部を壊せば船全体が動かなくなるか。おいロボット、カトゥのところへ行って来てこい。こいつにだって弱点はあるはずだ。また戻されるの。ここにいる。さすがにあいつもベヒーモスをここまで寄せつけまい。あ、なるほど。巻き添えを食うからな。怖いです。あれどこだ。ちょっと待って、今船内マップ見よう。あれ なんでこっちになってんだ。いけないのか。いや、パージャキ使用します。ちょっと待って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 。え、この目的地がどうなってる。いや、エレベーター使えなくなってんわ。ってことはやっぱこっから入るってこと。ちょっとパワージャッキ一回無駄にしてるっぽいからな。ヘル、パワージャッキ回復できないの、そもそも。無駄な抵抗はやめろ。この船は私が掌握している。レベル3ダクト。ん？まだレベル 3？ ダクト入り口。
こっちから行くか。いや2階が広いからな。いたー。そうだなー。でこっち落ちてくれ。お前か、怪我はないか。OD10 の弱点、OD10 はこの船そのものだ。あいつを壊せば僕らは地球に帰れなくなってしまう。そうだ、お前はロボットだったな。お前ならあいつの内部に入り込めるはずだ。そうだ、きっとあそこから。無理をするな、気を失っている。いや、どこから入んの。おい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 、どうしてだ。ひー、レイチルいなくなった。上から来んのはずるいよ。でダクト行くか。でどっち上か、これ今度は。あ、ちょっと待って待って待って、出ちゃったよ。でもう一回上か。レベル3ダクトの上って何。あ、ダクトの入り口か。で降りて、で下がゴールにはなってるけど、メインコンピューターから入る。うまくできてやがる。この船は全てこいつの都合のいいように成り立ってるってわけだ。カトゥーはお前なら内部に入り込める、そう言ったんだな。じゃあそいつを探そう。他に手はないんだからな。まったく、私がロボットに手助けを頼むとはな。これを持ってろ。通信ユニット、なんかいろいろ手に入れんな。え、あいつどこ行ったの。やばい、目的地かわからん。今度はちょ、あんまり変なとこ動くとパワージャッキを消耗することになるからな。どこ行くか教えてくれよ。やばい、これ自分で探せってこと、次の目的地を。ちょっと待って待って、どっから行くか当てだけつけよう。メインコンピューター3階はもう関係ない。端末室か。そうすると端末室行くか。私だ、どこにいる。いや、とりあえず端末室に来てみたが、やはりここからは手が出せんな。なるほど、ダメか。え、じゃあどこよ。コックピットか。で、コックピット行ける？そもそも。どうでしょうか。特になんかあるわけでもない。ダメっす。こっちも特になんかあるわけじゃないしな。無駄な抵抗をやめよう。制御パネルも関係ない。アンテナ、いやダメだ、全部掌握されている。ちょっと待ってね。だってリフレッシュルーム、もう下コンテナだもんな。エアロック行ってもしょうがなくない？
端末室でもまあ行くだけ行ってみる。あいつもいるし。で、今ここでしょ？って右の方でしょ？端末室は右の右だな。でコールドスリープ、これ治療室だし、治療室ってどこ？一個左からか。はい、でここが端末室か。どうでしょう、正面攻撃は無理。いや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 、分からん。なんかね、リフレッシュルームに行くみたい。いや閉じられたかんな。でもはいはいはい、来てるよ。あれ、どっか行っちゃった。 あいつマジで嗅覚ゼロだな。どうだ、何か分かったか？分からん。壁にあるインターフェースは奴の目のようなもんだ。ロボットのお前相手でもガードは固いだろう。どこか、そうだな、この船には不要な機械で奴の制御下にないものとか。なんかちょっと進むごとになんかヒント的なの言ってくるのかな。これで回復できないのかな、ジャッキで、ここらしい。私だ、今どこにいる？まさか、そんなところから。いや、待てよ。そうか、そいつは機械だが、メインコンピューターから独立してる。待てろ、今回線をつないでやる。ゴチョ結構優秀だな。なめるなよ、人間はな、人殺しの道具を作ってるばかりじゃないんだぞ。ゴチョン結構コンピューターできんの？よし、これでいい。来た。ゴチョン。何者かが通信ユニットを通じて語りかけてくる。本船内において全ての行動は調和の取れたものであらねばならない。私は船内の調和を維持するため機能している。よって私の意思は絶対である。誰もこれを妨害してはならない。妨害する者は直ちに消去する。え、待って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 、キル you。 おお、マザーコムスタビライザー、ちょっと待って、どうすればいい、これ何持ってる。ハイスピードオペ、ヒットポイント回復、まあ、いろいろ状態解除、アップグレード、能力値上昇、マインドハック、相手を眠らせるとかあんのこれ、アンチフィード。あ、これは反撃か。ノイズストリーム。ノイズストリーム、敵防御。解析し、能力か。あ、これいいかもな。スピンドライブ。威力大。メーザーカノン。威力特大貫通タイプ、
範囲が分かんねえ。インフォリサーチ結構いいかもしれない。アップグレードかけておくのもまあありだけど、ちょっとキット目とか減ってからにしよう。スピンドライブ、ちょっとこれどうしよう。なんか横のやつ先に倒す。これメーザーカノンってさ、なんかわかんない。とりあえずスピンドライブでいいや。おい、いけ。ハードプロテクト、ハードプロテクト、やばくね。ミス。やっぱ普通にメザーカンも使うか。じゃあいけ。いやいやいや、めちゃ強えやん。ハードプロジェクト、これ次ちょっとヒットポイント回復しよう。ハードプロジェクト反撃とあれで結構減っちゃうな。アップグレードしよう。自分はアップグレード。どんくらい回復する。いやー、なんか微妙だな。いやでもその分強くなった。メーザーカノン、ハードプロテクト。あ、そっか、先に攻撃されたのか。くらえ。250強い。周りのやつは意味わかんなかったな。ブレイクダウン。コンピューター倒したけど、ベヒーモスどうなってんの。私はこの船の安全を確保し、乗員を守るという使命を新たに得た。守るべき人間たちは互いに衝突し、完全に調和を失い、この船の運航を妨げた。私には人間が理解できない。人間は信じられない。AI が停止した。船内の記録。忘れんなよ。レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってこと。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもんだ。あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。あなたが、みんなあなたがやったんだ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、こんな状況じゃね。結局五丁はベヒーモスにやられたか。ようこそコギトエルゴスム号へ。この映像は管理状況の変更に伴い自動的に再生されています。この宇宙輸送船は新型 AI を用いた管理システム OD10 によって運航しておりましたが、非常事態発生のため AI をバックアップに切り替えて運行しております。船内における皆さんの活動には支障はありませんが、不明な点がありましたら乗員に遠慮なくお尋ねください。いや、その乗員がいないよ。もうカトウ君は、ああ生きてる。ご長、さすがだ。大丈夫か、ちょっと待って。大丈夫だ。これくらいで死ぬほどやわじゃない。だが
この体で帰ったら地上勤務だな。いや、お前はよくやったよ。まず2階級特進でもいいくらいだよ。死んでないけど。お前も私を疑うか。ま、好きにするがいいさ。今となってはどちらでもが。昔でかい戦争があってな、私もまだ若かった。今でもはっきりと思い出す。あの恐怖は忘れられない。戦闘ロボットさ、ロボットというよりそいつの頭、つまり AI だ。血の通っていない者の手で仲間がたくさん死んだよ。人間が作ったものに人間が殺される。とことんバカな生き物だよ、人間ってやつは。この船の AI もそんな人間に愛想が尽きたんだろうな。幸いお前はこの船で生まれた。兵器工場じゃなくてな。ヒューイはお前に学べと言った。それがお前がすべきことだ。誰かを傷つけるような真似はしちゃいけない。ロボットに説教か。私も焼きが回ったな。なんてことだ。ようやく気づいたよ。同じじゃないか、我々人間も。なんで一回席立ったんだこいつ。この船を降りる前にお前の入れたコーヒーが飲みたいな。任せろ。どっちかっていうとこのコーヒーマシンとかもさ、 AI に乗っ取られてさ、毒入れた方が早くないか。そして五丁意外に元気だったな。結構元気。確かにこいつは苦いな。だが今はこの味が最高だな。ベヒモス倒したんだ。さすが五丁。
報告書、登録船舶、コギトエルコズム、民間輸送船。地球に向けて航行中に消息を絶つ。地球付近を漂流中に回収。メインコンピューター暴走。搭載貨物の一種生命体、双方の面から原名を調査中。原因か。ホルビショップ船長、あ、ホルビショップが船長なんだ。カーク航海士、ヒューイ、レイチェル4名死亡。船内にて遺体を確認。加藤エンジニア、治療センターにて療養中。ダース5長、帰還後軍を退役、現在は医療福祉を目的としたロボット開発メーカーに勤務。おお、すごいじゃないか。補足、船内監修中に小型の作業ロボットを発見。航行中に新規登録されたものと判明。キューブ、終わり。はい、ということで SF 編が終了しました。じゃあ次回は、原始編をやっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。